こんにちは、工具屋てっちゃんです。今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますはこちら、 IPS のハイパーロングプライヤー HLS300 と HLB300 です。はい、こちらね、特徴のあるロングノーズプライヤーなんで、今日はそちらの特徴をいつものように3つのポイントでご紹介しますね。まず1つ目、その名前にもあります、ハイパーロングということで、ロングノーズプライヤー、全長300ミリあるということです。はい、一般的なロングノーズプライヤーといいますと、アメリカから入ってきた工具だからでしょうか、11インチ約280ミリが一般的ですよね。よくあるやつは280ミリ、ですが、こちらは、はい、300ミリということで、まあ、わずか2センチとはいえ、まあ、30センチ、ね、ありますので、ちょっと長めのロングノーズプライヤーになっております。はい、あとちょっと届かなかったとかね、そういう時に、こちら30センチありますので便利じゃないでしょうか。はい、そしてポイント2つ目、ここです。はい、口の開きが2段階で調整できるということです。これね、最大の特徴だと思うんですね。はい、一般的なロングノーズプライヤーと言いますと、こう、まあ、視点の位置はね、ずれないので、このような口の開きになります。はい、このようにこう大きなものを開いたりするときに、どうしてもこのね、握りしろがこう、ね、開いてしまって、こう握れなくなるんですけれども、はい、これは2段階調整できます。ね、ですからここの角度もこう、ね、平行に近いですし、ここの幅も、ね、狭くなって握りやすくなります。はい、ですから大きなものとか太いものを、ね、掴むとき、奥まったところで、ね、掴むときにとても便利な機能だと思います。このような、ね、機構のロングノーズプライヤーっていうのは、この世の中に存在するんでしょうか。 IPS さん独自のプライヤーじゃないかなというふうに思います。ですから奥まった作業でですね、もう少しちょっとね、口の開きが欲しいなとか、いうふうに思ったことがある方にぜひ使っていただきたいプライヤーですね。はい、ね、このように2段階で調整できるというのは、もう多分ね、 IPS さんだけじゃないかなというふうに思います。そして最後ポイント3つ目、ストレートとベント、ね、2タイプあるということです。まあ、やはりね、このようなロングノーズプライヤー、ストレートもいいですけれども、奥まったところでね、ちょっと角度つけて使いたいとかいう時に便利なこのベントタイプ、はい、角度がですね、26度ベントしておりますので、奥まったところで、ね、作業する時に便利じゃないかなというふうに思います。この2タイプね、2本あってもいいんじゃないかなというふうに思います。そしてつかみ面のところもね、少し紹介しておきましょうか。はい、このようにね、先端、はい、溝がついてます。溝が2つついておりまして、ここもね、2タイプありますので、掴む対象物に合わせてお選びいただけるかと思います。ここの、溝ですけど、まあ、よく何に使うのかって聞かれるんですが、まあ、このようなね、はい、丸いものをね、はい、掴んでもこう、ね、いいですし、ここの溝がですね、意外にね、太いものだったり、何かこう掴むときに角を逃がしたりするのに便利なんじゃないかなというふうに思います。例えばこのようなね、はい、感じで掴むときに、ここね、はい、角を逃がして、はい、こんな感じで掴むことができますし、このようなね、はい、ものもこんな感じ、こんな掴み方するかなと思うんですけど、はい、こんな感じでしっかりガチッとこう掴んだり、こう何かね、角を逃がしたりするのも、便利な溝になっております。まあ、使い方はね、いろいろあるかと思います。そしてこれ、まあおまけですけど、ここもね、カッター機能がついてます。まあ、軟線でしたらね、 3.2 ミリまで切れるそうですけども、これね、ちょっと導線です。導線、より線は切れませんが、あ、ね、試しに導線切ります。はい、こんな感じで、おまけですけどね、カッター機能もついているということです。はい、まあね、ちょっとね、よく見るロングノーズプライヤーと違いますけれども、ね、2段階口の開きが調整できるのと、ここがね、平べったくなってるんで、こう
ねじれとかの、ね、剛性にも強くなっておりますので、ね、とても、面白いプライヤーだと思います。はい、いかがでしたでしょうか。 IPS のハイパーロングノーズプライヤー、日本のメーカーさんならではのね、いろんなアイデアが詰め込まれたプライヤーだと思います。こちらの商品はファクトリーや各店と通信販売で購入できますので、よかったらぜひ一度使ってみてください。ということで、今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますは IPS のハイパーロングプライヤーでした。